私、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 俺だけじゃねえか。五臓六腑に染み渡る OHK。 どうも、ピン芸人の大野貴博です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、エゴサーチ、皆さんお分かりですか？エゴサーチって、よく芸能人とか有名人がですね、自分の名前をツイッターとかね、ヤフーで検索して、ツイッターだったら何がつぶな、どういう風につぶやかれてるかな、ヤフーだったらどういう情報出てくるかなとか、自分の、今置かれてる立場がわかるなんていうね、そんなね、エゴサーチっていうものがあるんです。そこで、ちょっと今日は、底辺の、そこにある吐き溜めの中のうんこ芸人、大野貴博がですね、ちょっとエゴサーチしてみようということでね、今日は、皆さんにその結果、お届けしたいと思います。まずね、こちら、今ツイッターでね、この検索ワード、これ調べてますんでね、今からこれ大野貴博で検索してみたいと思います。では行きます。僕はね、実はエゴサーチってしたことないんでね、どんな感じなのかな、なんていう感じなんですけども、はい、出てきました。今ね、大野貴博って打ったんですね、僕の感じで。そしたらね、こんな感じに出てきましたね。2番目に、私いますね。残念、一番上じゃない、一人いるね、誰か。ちょっとよくわかんないな、この人。ちょっと見てみましょうか。なんだ、あんま映さない方がいいかな、この人。野球系つぶやきます、よろしくお願いします、みたいな人に、負けてます、残念なことに。フォロワーの数でも負けてるから、多分これ一番上に出ないってことね。そういうことね。残念、私は、2番目、ピン芸人王の高いの2番目に出てきてます。非常に残念ですね。まずはこの人に勝たないといけないんだね。ということでね、ちょっと検索してみましょう。お、話題のツイート、ありますね。出てきてますよ。ピン芸人大野貴博と吉本クリエイティブエージェンシー所属、芸歴6年目、書いてありますね。出てきましたよ、私が。少々お待ちくださいね。そして全てのツイートにちょっと当ててみましょうか。全てのお、まずは、はい、誰かがつぶやいてますね。一番ファボった、大野貴博、謎の、はい、謎の感じですね。一番ファボった大野貴博、で、お、これね、ツイッターで大野貴博の大野ナイトニッポン、これをねやってくれる方がいるんですよ。ありがたいですね、本当に。ここに出てきましたよ、ありがたいですね。でもこれが4月の16ってことは、今日は、これ収録してるのが4月23日なんで、ちょっとね、ちょっと1週間空いちゃったっていう感じですね、残念。そして、私ですね、私が、やってるやつ。また私ですね。また私。私ですね。私。またやってくれてますね。コロスケさん。ありがとうございます。ね。私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 。俺だけじゃねえか。俺しかつぶやいてねえじゃねえか。なんなんだよ。ちょっとね、大野貴博。非常に残念なんですけども、こうやって見てるとね、もうほぼ僕しかないです。僕だけですね。こうやってもう見てても、もう僕、ちょっと待ってくださいよ。大野貴博って昔ベイスターズにいたよ。大野貴博って昔ベイスターズにいたよね。いないですよ。
いないです、いないです。私は、ベイスターズでいう、あの、野球ですよね。野球の横浜ベイスターズですよね。いや、いないです。私は生粋の吉本クリエイティブエージェンシー所属ですから、昔ベイスターズにいたわけがないんですね。これ何なんでしょう。ちょっと気になりますね。ちょっとね、あの、ツイッターの方でエゴサーチしてもね、全く、あの、いい結果が出なかったので、ちょっとヤフーでもちょっと調べてみますかね。やってみたところ、皆さん、こちら見てください。大野高弘って打ったら、一番上にイレブンって出てきました。